佐山ほどの実力者がなぜマスクをかぶり UFO のリングに上がるのか。格闘家にマスク、これはあまりにも陳腐である。しかしそこには佐山の並々ならぬ決意があった。ファイティングアーツということで、なんていうんですか、そのマットを一つのキャンバスに例えるなら、絵のキャンバスに例えるなら、その絵を僕たちは描かなくてはならないんですね。その中で一つマスクというものが、自分のキャラクターの自分のキャラクターの中で非常に、重要な部分を占めるのではないかと。四次元殺法で華麗な技を繰り出す初代タイガーマスク、バーリトゥードスタイルで強さを誇る佐山悟。全く正反対を向いていた2つの顔を融合させた時、佐山のファイティングアートは完成する。自分の求める最強の姿を表現するため、佐山はこの2ヶ月間自分を痛めつけ、ウェイトを絞り続けた。今回対戦者となるケビン・ローズギアは193cm、120kg の大型キックボクサー。 Get my body in a way to use my weight so he can't be as quick, because he's very quick on the ground. I need to be on top, so every time he tries to move, I try to stay on top of him. 3日間の断食などにより、佐山は 15kg の減量に成功。彼が求めるスピードも返ってきた。格闘家、初代タイガーマスクは白いリングというキャンバスをどんな色に染めるのか。Blue corner from the United States of America, 6 feet 5 inches, 290 pounds, former WKA super heavyweight full contact champion、ケビン・ロズギア。さあ、非常に危険な男がリングに上がろうとしています。これまで世界スーパーヘビー級王者にキックボクサーとして3回ついたことがある男。これまでドン・ナカヤ・ニールセン、モーリス・スミス、ジン・フレイジャー、ジェラルド・ゴルド、ダンス・バーンといった闘争たる相手と5つ以上の戦いをしてきた男です。あまりにも強すぎて対戦相手にいなかったために一度は引退せざるを得なかった男、底知れない強さを持っています、ケビン・ロズギア。From Japan, 5 feet 10 inches, 209 pounds, the founder of Vale Tudo, the first Tiger Mask. あの伝説の男が今夜四角いリングに帰ってきた。思えば1981年当時、華麗な四次元殺法でプロレス界に革命を巻き起こしました。その後プロレスと決別し、シュートボクシングを創立しましたが、やはり目指すものは同じ。猪木のもとに戻ってまいりました。やっぱり元祖はこの人しかいない。四次元プロレス伝説のよみがえる初代タイガーマスク。さあ、ケビン・ローズイヤー対初代タイガーマスクという試合です。解説の近藤さん、はい、このローズイヤーという選手、非常に大きい体、身長193センチ、体重120キロという巨体なんですけれども、はい、どういうタイガーマスクな戦法でいけばいいでしょうかね。非常にですね、ケビン・ローズイヤー選手、積極的な選手ですし、はい、チャンスを見つけた時のですね、はい、瞬発力というのが凄まじいものがありますから、面白いチャンスだと思います。ニューヨーク
ングはバッファローの小橋屋という名を取りますケビン・ローズイヤー。さあオープニングはローズイヤーが大きなオープン気味の左フックを放っていきました。タイガーマスクは足を使ってうまく距離を取っています。ゲストの畠山さん、はい、当然畠山さんはこの初代タイガーの試合かつて見て胸を躍らした経験があると思うんですが、そうですね、どういうシーンが印象に残ってますか？やっぱりダイナマイトキッド選手との死闘が僕は一番頭に残ってますね、はい、おっといきなりローズイヤーメイク。タイガーがしっかりグラウンドで倒れ込みました。しかしこれは誘っているのかもしれません。おーローズイヤーの振り付け。畠山さん、はい、今日のタイガーにはその頃のようなファイトを期待しますか？うん、そうですね、まあ、あれからかなり時も経ってますから、まあ、今日とにかく勝ってほしいですね、まあ、ファイティングスタイルがどんどん変わった。ローリングスマットでした。あちょっと空振り、ローリングスマットクリーンヒットではありませんでした。さあローキック、この強烈なローキックはローリングの凄さをと変わりません。さあタックルに行った、タックルに行ったタイガーマスク。しかしローズイヤー大きな体を倒れない、そのままアリセ倒していった。さあローズイヤーがゴーリーへパンチを放っていく。近藤さん、ちょっとこの体勢のタイガーあまり良くないんじゃないですか？そうですね、まあ、ケビン・ローズイヤー選手元来キックボクサーなんですが、はい、その後アルシート大会というのに出てます。腕しぎ、腕しぎにいった、腕しぎにいった、グランドの腕しぎにいった。しかしそのまま体を攻めて叩き潰す。ローズイヤーまさに体力だと下からタイガーマスク腕しぎにいったんですが、そのまま持ち上げて叩き起こしました。いやすごいパワーですね。はい、やはり持ち味パワーファイトですから、思い起こせばですね、はい、8年ほど前ですが、ケビン・ローズイヤー選手、ゾンナカヤ・ニー選手とですね、戦ったことがありました。はい、あの時ロープ際にですね、相手を巻きつけるような形でですね、はい、抑え込み、そこからパンチを爆発させたすごかったシーンがあったんですね。なるほど。破壊力っていうのは、十分ある選手ですから、そういった持ち味を見せてほしいですね。タイガーが足をかけに行ってなんとかローズイヤーの体勢を崩そうというところですが、ローズイヤー崩れません。さあバックを取った、後ろに炎になった。さあこの体勢から何があるんだ。スリーパーに入っている、スリーパーに入っている、今日スリーパーに入っているがそのまま投げ落とした。今のなんかですね、バランスよく後方に倒れ込めればですね、はい、決まるんですが、なかなかローズイヤー選手も、体重を前の方に落ちます。これヒーロー入ってますか？入ってますね。これパワーに振り戻こうとしてますけど、難しいでしょうね。ヒールホールドががっちりと決まっています。ローズイヤー懸命にロープににじり寄ろうとしていますが、タイガーマスク必死になって離しません。ローズイヤー苦悶の表情を迎えている。ローズイヤー苦しそうだ、苦しそうだ。これはタイガー離してはいけない、タイガー離してはいけない。しかし根性を立ち上がろうとしている。ローズイヤーすごいパワーだ、すごいパワーだ、すごい根性だ。しかしタイガー離さない、タイガー離さない。ローズイヤーのすごい上半身だ、すごいパワーです。わあ、このデモンストレーション、すごいですけど、どんなわあ、ドロキックだ、痛めた足を。さあ、ロリーショット、ボディへ飛んだ、もう一回ボディへロリーショット。さあ、もう一回ショットに行く、ショットに行く。さあ、そしてもう一回ヒールホールドが、決め、決め、決め、ヒールホールド、決め、決め、これも入ってますね。決め、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 という腕がたまらずキャンバスをだらきました。タイガーマスク渾身のヒールホールド、4分7秒、膝十字固めにおきまして初代タイガーマスク選手勝利でございます。あ、最後は膝十字固めにおきました。ただ膝でしたね、この角度から見づらかったですね。最後は膝十字固め、しかしタイガーマスク自動的な戦い方をしましたね。それに敗れたローズイヤー選手もですね、持ち味は十分出して、はい、いいパワーファイトしてくれたと思いますね。はい、畠山さんも結構見応えあったじゃないですか。でも時間は短かったですけど、そうですね、それぞれの持ち味を出してます。はい、初代タイガーマスクが4分7秒、膝十字固めでケビン・ローズイヤーを破り復活を果たしました。タイガーは勝っても全く喜びを表せなかった。それどころか
敗者のように肩を落としリングを後にした。彼の求めるファイティングアートはまだ完成していない。